川優也選手です。お拍手。さあ、何度もお伝えしますが、BMX パフォーマーのゆえです。とうとう今年2023年一発目の BMX 全日本選手権ジャパンカップがここ名古屋で始まります。まあこの1ヶ月間もうオーシーズンでめっちゃ練習したと思うんですけど、僕の大会 YY カップもあったりとかで、まあ、練習できたと思います。で、まあ、今回からレベルがもうめっちゃ高くて、あの上限の鬼上位エリート8人のメンバーが多分 3,4 人今までよりも増えてて、で前回全日本で僕ギリギリ予選落ちやったんですよ、9位で。さすがにもう予選落ちは見せられないんで、絶対にもう予選からフルで頑張ります。絶対決勝行きます。今年一発目の全日本選手権マイナージャパンカップ名古屋頑張ってきます。やらかしてもこれがプロ。滋賀ゆうやー。はい。イエーイイエーイ。この男の身長と腕力なんて、どんな状態かでもマックス。マックスかっこいい姿見せるよ。はっ。ケースバラした。よし、ここはタイヤチェックでごまかすゆうや。沖縄のエフさんもよくやってるやつやから大丈夫や。よしよし。うんうん。オッケー。タイヤチェックリカバー。リカバー。復帰しまして、その復帰前よりもさらにスキルを上げて日本全国各地で BMX のショーなどで活躍をしています。滋賀優也選手は25歳。さあ、そんな優也の3分間一緒に見ていきたいと思います。皆さん一度大きな拍手を上げてください。いきましょう、優也3分ライディングスタート。おう、そして人に見せるという派手な姿勢がいいですよね。そういう若者で人のことの価格が綺麗だ。綺麗。ナイス。アメリカフリップ。イエス。クラフで登った。わー、おかしいですね。さあ、基本的には人に見られるというところにこの BMX の価値をしっかりと持っているこの滋賀優也選手のこの見せ方、ワンハンドドリブル、パワー
終盤戦最後の1分でどこまでさらにスコアを上げていけるかしらユリア。さあ基本的には後ろタイヤ、ここは体の位置を変えるバリアルを引くか、そしてそこから得意の蹴り落とし締めてみて、さあラストバッチリと、さあいいですよ、戻りを刺してきました。残り35秒、ルーティンの距離に長い構成持ってますから、ルーティンの距離かもしれない。でも基本的には短くまとめてきてますね。おお、ペダル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 、お見事。さあしっかりとまとめた3分というところでスコアも入ったんでしょうか。いやー、戻りましたね、しっかりと。さあ志賀裕也選手に皆さんもう一度大きな拍手。さあそして、さあそして第1位チャンピオン、まっすぐ目でしたね。やばかった、たどいひばり。おめでとうございます。嬉しいね。でまたこれからね、一生懸命頑張って、さあボーイズセブントゥーナイン表彰に入りたいと思います。ありがとうございます。めちゃくちゃかっこよかった。いいですね。おめでとう、おめでとう。はい、本日2日目です。なんとか昨日の予選6位通過しました。まあ、めちゃくちゃすごいレベルの高い、上限の王子が3人ぐらい増えてたんですけど、なんとかギリギリ、まあ、6位通過できて、完璧に技は決めれなくて失敗も何個かしたんで、ちょっと今日の決勝は全力で完璧に決めれるように頑張ります。そして、まあ、次元も8位通過でなんとか予選上がりました。まあ、大阪組無事に予選突破したんで、決勝も全力で頑張ります。予選6位通過、志賀裕也。皆さんお気持ちで。さあ行きましょう。バシッと見せるスタイルでド派手に決めてほしいですね。行きましょう、志賀裕也ライディングスタート。さあスタートと同時にバーを2回転させながら行く、スピンを重ねて今足がペダルの上、さあそして一気にペダルから手前に降りていきました。おそらくこの BMX ライダーの中でこう、まあ、大道芸も含めたショーケースを一番展開やってるのは彼ですよね。このオアシス21でね、はい、パフォーマンスをステージをこなしてきたことが過去にあるそうです。僕も家の近くの江ノ島でばったり会ったことがあるそんな志賀裕也選手、もちろんお客さんが増えれば増えるほど彼のその能力も上がっていく。なるほど。さあ皆さんの期待に応えるには十分な男でございます。もちろん答えていきます。さあそんな志賀裕也ショーケーススタイル、足がつます。ペダルを、さあ普段のタイマシンたちは足がクロスフットの状態で自転車をまたいでスピンをしていました。クロスタイマシン、もちろんね、人に見せるということはミスをしないということなんで、基本的にこの志賀裕也選手のメイク率もう非常に高いです。さあこの難しいルーティン、さあ少しずつ行くね。しかし普段のパフォーマンスとは違う、やはり大会の難易度を追求したトリックも今見せているようにも見えますね。そうなんですよね。さあ裕也選手、アクセサリーが取れましたよ。さあ最後中央、さあ志賀裕也、さあ得意のこのアンクルを持った状態からうまくキープをしていく。ナイス。20秒、さあさあ足を広くした状態から、さあさらに今フットのバランスをキープしていく。さあ予選を6位通過志賀裕也、さあ軽くジャンプしてポジションチェンジ。とさあそして得意の派手なジャンプ、ワンハンドから足を上げる状態、うわー、入れていく。
さあ、バーをまたいだ不安定なワンストの状態で扉が切れていきます。さあ、今度ここから40秒ぐるっと切り返して、2度切り返して入れた後に再び進展といて面白い動きですね。一瞬ブレーキをロックさせて後ろに切り返していきます。そこからフィニッシュ、はい、さあラスト、ゆうや20秒さあここからペダル、さあ両足でペダル、そのまま、さあ最後は挨拶です。相変わらずのいい笑顔です。 Thank you。 撮ってる時にこうやって登場をしたいからもう一回やって。いやもうこれでいいやろ。エンディング撮ったし下見るか。はい、めちゃくちゃ、懐かしく感じます。まあ、ここオアシス21名古屋は昔 KOG がやってたんで、僕が小学生の時に出てた、まあ、大会、全日本選手権じゃないですけど全国大会の場所で、もうめちゃくちゃ懐かしく感じます。いやーなんか懐かしいです。本当にめちゃくちゃいろいろ持ってたし、なんかいっぱい買ったりしてたな。いただきます。ありがとうございます。優勝と準優勝おめでとうございました。決勝が終わりました。まあ、今回予選はフルメイクじゃなく足つきで技をばらしっていうので、まあ、とりあえず予選6位通過したんですけど、決勝はもうめちゃくちゃグダグダでした。で、まあ、まだ自分が決勝の順位何位やったか分かんないんですけど、もう今エンディング撮ってます。もういいやと思って、まあ、結局もう決勝は本当にグダグダでした。結構もう完璧に練習ではやってたんですけど、いやめっちゃ悔しいです。で、まあ、また次1ヶ月後に、まあ、横須賀があるんで、それまでにフルメイクもっとできるように頑張ります。まあ、あとは今年から BPY サポートライダーが3人、ひまりちゃん、あたるくん、けいやくんの3人が加わったんですけど、まあ、ひまりちゃんは見事に、まあ、優勝して、フルメイクで優勝して、で、あたるくんもやりたかった技を完璧に決めて2位という完璧に、そしてけいやくんも、まあ、めちゃくちゃ悔しかったと思うんですけど、まあ、次の横須賀に向けて頑張ってもらえたらなと思います。で、僕もまた次に向けてめちゃくちゃ頑張ります。またこれからも BMX のめちゃくちゃ分かりやすいハウトゥーとか BMX の面白い動画をどんどんアップしていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてまたこれからも応援よろしくお願いします。次も頑張ります。ありがとうございました。